本日の動画は、はい、どうも皆さん、こんにちは、ブレサスです。今回もザ・ミズ・ゲームやっていきましょう。さあ、ということで今回は前回出した動画についての続きとなります。実機で実際にガチャの、子たちを見ていきたいと思います。さあ、行きましょう。で、これ実機でっていう言葉ちょこちょこ使ってるんですけど、多分合わないよな。さあ、見ていきましょう。まずは、こちらの浴衣の方から見ていきますか。今回登場する浴衣のメンバーがこう結構ねずらーっとあるんですけども、ちょっと軽く触れる程度で見ていきましょう。まずアタッカーで、前方範囲内と回心率アップ、はい、続いてタンクで HP 回復と、スタンか。特殊アタッカーで物理攻撃が高い敵に一番です。ああ、そういう系か。で、特殊攻撃力をアップで敵全体に、あ、スタン状態か。なるほどね。スタン状態ってなかなかあれだな。で、全部入らない全ての敵で LP 回復。ああ、花村本中は結構もうリミットブン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 ブチかますタイプの感じですね。ダウン。うん。で、LP 回復。なるほど。これも似たような感じかな。あ、しかも特殊攻撃を自分でも上げるのか。なかなかあれだな。結構ガツガツいくタイプだな。ちょっと待って、俺どこまで見た？ここか。あ、俺こういう髪型好き。上杉沙和さんのこういう髪型好きだわ、俺。物理アタッカーで1万8000。と、これだけで7000。プラトゥーリエさん。あ、なんかイメージ全然違いますね。なんか、クラタユリエさんってなんだろう、このザメザゲームの最初の方では結構おかっぱかみたいな感じで、そういうイメージが強かったんですけど、まあ、あれから時は流れ、実際に、なんていうんですかね、撮影も新しくされたということなので、だいぶ、なんだろう、印象も変わりましたね。まあ結構髪色とか髪型とか大きく変わった方々も多いですからね。で、唯一のヒーラーと。ハブさんは特殊ダメージ、なるほどね。小林優衣さんか。俺ちょっと一瞬誰か分かんなかったな。俺の視力の低下かもしんないけど、ちょっと一瞬誰か分かんなかった。ヒーラー、もうこれはがっつりがっつり回復か。んタンクか。タンクでこれか。俺タンクでこのヒーラーってあんま好きじゃないんですよね。前から一応便利にします。なるほどね。物理と LP 回復。これあれじゃん、スキルの名前完全にその扇風機に向かって言ってるやつやん、これ。我々はと、あーってたまーにやるけどね。でも俺上京してから、てかもう俺実家でも扇風機ってもう使ってないかもな、もしかしたら。いや、実家はギリ使ってたかな。中学生とかは使ってたかもしれない。サポートか。スタン状態とアップ7714。あー、なるほど、そういう感じか。はい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 、なんとなく理解しました。まあそこまで、なんだろう、今回いやこいつマジですげえみたいな感じの子はいないですけども、まあ面白いスキルを持ってる子たちもたくさんいるのでね、いいのかなと思います。てか牛尾さんのこのアップしてる髪型見るの俺結構珍しい気がするな。なんかいつもストレートって言っていいのかな、あのずっとなんだろう、何も結んでないような状態が結構ベースであるかなっていうのがずっと僕のイメージとしてはあったので、はい、そういう感じです。続いて結構今回の目玉となっているモズミノリ武装のデータも見ていきましょう。タンクです。自分の HP を4000ちょい回復、自分の HP 18秒間毎秒2700。あー、なるほどね。ってことはこれ全体で全てを回復に入れると大体どんぐらいする？ 8000 近く回復になるのか。もっとか、もっと回復するのか。いや、8000ぐらいか。8000ぐらいだ。8000回復か。で、自分20秒間蒸発状態にする。あー、なるほどね。ちょっとこれパラメーターは、あー、でも高いか。高いか。そっか、そりゃそっか。まあなんだろう、結構自分に引きつけて他の火力で叩くタイプだな。まあなんかそれこそぶっ壊れの性能
と言えるかって言ったらそうではないですけど、でも結構タンクとしては全然あれかな、いい感じですね。あ、でもサポートスキルがあれだ、最大 HP を2900アップしてくれるから全部で2万いくのか、 HP2 万近くいくんで結構固めですね。毎秒回復の18秒間って自分の HP の回復が含まれて4000回復して8000近くになる。まあいけるか。なんか隔離実験上のことを考えると結構あれだなと思います。結構強い方かなと思いますね。隔離実験場ってなんだろう、戦闘が長引いたりとか、まあする時もあるし、まあ前回それこそ1回だけあった拠点戦のイベントの時とか、一番上なんか太ってる神人と戦う時に、まあ1分半フルで戦う時もあれば、まあワンパンで通る時もあると思うんですけど、まあその 1分何秒か戦うってなった時にその落ちにくいっていう風な点は結構ありますね。他の例えば HP が低いサポートとかヒーラーの子とかを落ちにくくして、で自分に挑発状態を持ってるんで自分にヘイトを向かして、もう自分はずっと回復し続けて、でタンクし続けてっていう風な感じですかね。ほー、なるほどね。まあ、今までのその武装シリーズで全部揃えたらめちゃくちゃ強いだろうなっていうのは僕自身ずっと思ってるんですけど、まあ山村楓時代が結構壊れている性能なので、アタッカーとしてはあれはもう最強すぎるんですよね。はい、そんな感じでございます。なるほど。てかね、俺ちょっとねこれちょっとずつ引っかかってんのが、武装のこのアマテラス武装の衣装に銃は似合わないと思うんだよな。神器の方でいいと思うんだけどな。あの矛とか槍とか弓とか剣とかそっちの方が似合う気がするんだけどな。なんで銃にしたんだろうな。なんかあれですよね、本編アマテラス違えば乙女神楽本編では銃とか使うと火薬で衣装の桃の匂いが消えるから効力が薄まるよねみたいな話してるのにここで銃持たせちゃうのか。ちょっとだけなんかあれだな、乙女神楽衣装が綺麗だっていうのもありますけどね。はい、そんな感じです。最後に10回引いて終わりにしましょう。出るかな、ちょっとスキップ落とそう。わっわっつっちゃった。はい、そんな感じで以上で終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録の方よろしくお願いします。じゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。Thank you.